この引きはなんだ。わし来たで。来たんじゃないっすかこれ。はいどうもグッピーです。ゆうちゃんです。イマイチ TV 始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、はい、福島遠征編の後半戦に突入してまいりました。はい、今回はこちら、アクアマリン福島のですね、周辺のワン。わかりました。はい、キスがめちゃくちゃ上がってるらしくて。マジですか。はい、投げ釣りでどんだけ釣れるか、ちょっと私は調査したいと。僕は、はい、あの、アイナメとかカレー狙って、はい、行きたいと。はい、というわけで頑張りましょう。頑張ります。よっしゃ。はい。はい、というわけでキス釣りなんでね、投げ釣りいきますよ。はい、今回、はい、針が5本でございます。最大5匹頼みますよ。はい、じゃあいきます。はい、よいしょ。おっといった。はい、ではリュウちゃん、丸おもりにサルカンつけて、はい、針をつけたシンプルなやつで、あの餌が赤い染めでございます。お、赤い染め出た。出ました。よいしょかかってくれてるといいんだけどな。おおお、んんんん、早速だけどこれ違うやつやな。はい、はい、リュウちゃん、キスじゃなくてハゼでしたね。ハゼ。はい、まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい、ハゼの次はキス。わかりました。やった。やった。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。叩く。この引きはなんだ。どこ。はい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 。会長ですね。はい、ドンコちゃん。素晴らしい。しかもサイズがなかなかでかい。でかいですね。いいっすね。高級な赤い染め。はい、おめでとうございます。リュウちゃん、やった。なんか釣れたの？釣れた。はい。これは危ないやつ。これハオコゼじゃないですか。ハオコゼ。やばいやつっすよ。毒魚じゃないですか。そう。危ないぞ。危ないぞこれ。触るなよ。触るなよ。大丈夫大丈夫。リュウちゃん触るなよ。ブリか。リュウちゃん触るなよ。危ないよ。危ない。また釣れました。いやー、ここはちょっと危険ですね。ちょっとファミリーフィッシングも多いからねここ。はい。あー、なんだ、なんかいるぞ。わお、スターフィッシュでございます。星2つでございます。あ、どうもこんにちは。釣れてますか。いえ、釣れてないですね。これ困っちゃいましたね。サバは入ってきてるらしいですね。すごく。保険で釣っときます。ドンコハゼ、ハオコゼだけでしょ。ちょっと弱いな。逃げやん逃げたんだよお前動画としてお前残すにはそれしかねえだろうか。おいおいこの尻下がり感は何じゃおい。午前中にね、はい、エンジンかけすぎましたね。あー、今演出してますね、はい、かなりね。まあでも皆さん、綺麗な美しいこのね海を見てください。落ち着きませんか。落ち着いてんだよ静かすぎるんだよリュウちゃん、はい、ダメやんけ。またもが釣れたんすけどね。こんにちは。おらもの中からこんにちは。ハゼちゃんですね。ダボハゼですねこれ。ダボハゼ、はい、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、あら、これはちょっと重いかしら。かしらかしら。あ、わし来たで。あこちらはハゼじゃなくてメゴチちゃんですね。久しぶりです。はい、で今ね、もう俺サバ釣っちゃおうと思ってジグサ引きね、コマセがないんでね。そしたらね、ちょっと視聴者の方からね、これちょうどマジで網姫いただいて、差し入れでナイスタイミングっすわ。ありがたくいただきます。本当ありがとうございます。じゃあサバ釣っちゃおうか。じゃあよっしゃ。じゃあコマセカゴ使ってサ引きやって粘るで。よっしゃ、これでサバが釣れてくれるやろ。なんかサヨリとイワシもなんか上がってるらしいね。まあサバが釣れてくれれば全然いいんだけど。釣れへんな。あれ嘘でしょ。サバもいなくなっちゃったのこれ。おかしいっすね。リュウちゃん、はい、なんとこちらは釣れてないのに、向こうの奥のあっちの釣り場がですね、はいはい、かなり釣れてると。ボーナスポイントですか。俺らのあの大津港、あれと同じことが起きてます。マジかよ、はい、でもあっちめっちゃ混んでるからね、行けないんすよねどうにかしてこっちにね、サバとかが入り込んでくれればワンチャンあるんですけどね。そうだね。リュウちゃん、はい、釣れないんでもうあっちからね、もう帰ろうと思ってたんですよ。 そしたら他の釣りのお客様がね、はい、ここでサビキで足元を落として、はい、イワシが釣れてると。イワシ、はい、僕やります。やろう。はい、最後に決めちゃおうぜ。決めちゃいましょう。ここでもう超過出して、はい、気持ちよく帰りましょうよ。はい、イワシでもいい。イワシでもいいんだ。おっしゃ、私も準備ができました。グッピーからもらったこの白サビキ、こちらでやりたいと思います。いつまでも待つぜ俺は。はい、リュウちゃん、はい、おめでとうございます。
まあまあのイワシでございますね。やりましたぞ。はい、よかったっすね、はい。俺んとこに来ない。俺視聴者さんのコマセ使ってるのに。なんで来ないんや。俺んとこ来ない。お願いします。一匹でいいんですよ。私はこの視聴者にもらったこのコマセで釣らせてください。来たんじゃないっすかこれ。来たんちゃうっすかこれ。来たっつわー。よっとーやっとだ。コマセをくれた視聴者の方、おかげさまで釣れましたよイワシ。やったー。はい、というわけで釣り終了でございます。お疲れ様でした。アクアマリン福島前での釣行でしたが、はい、どうでしたでしょうか。まああんまり釣れなかったですけど、うん、まあ今日本当になんか燃え尽きたなという。やることはやったと。そう、最善尽くした。なるほど。インパクトの強い魚はなかなか釣れなかったですけども、うん、魚種はね結構 ね釣れましたし、はい、最善は尽くしたと思うんで、まあ、釣りってこんなもんですから。あんなね午前の部みたいにねシーバスバーンみたいなねそんなないから。それはそれ、あの午前の部のシーバス、うんうん、はい、グッピーがガッて上げた時、上げた、はい、じゃじゃん砂浜コーンって、はいはいはい、太すぎて濃いかなと思いますよ。はい、はい、というわけで、じゃあね、はい、今回の福島県遠征午後の部、午前の部、はい、はい、頑張りました。また福島県に来て今度こそね、はい、今度はもっと大きいの、今度はもっと数を釣るというわけで、リベンジしていきたいと思いますので、はい、皆さん待っててください。待っててください、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。